さて第7戦逃亡側でやっていきたいと思います。でひよこの頭を見つめながら進んでいっておりますなんかひよこの頭ってめちゃくちゃ黄色のカラフルですね。タンポムみたいねもうこれまでの戦いをおさらいしたら絶対鬼の2人のうち1人は青鬼のところ行くんですよね。でもってみんな俺が6回目の時にめちゃくちゃ撃墜した時みたいにさ集まって撃墜されるんですよ。それが目に見えとるけんもう俺はそこにはいかん。1回も行ったらあかん。めっちゃみんな俺なみんな同じ考えしとんか。もう青鬼のところはダメだってみんなが思っている。みんな固まったらちょっと危ない。てか青鬼のところから離れたところ行っといた方がいいな。青鬼の月に探すのはここだ的な感じで選ばれたらアウトやもん。どうしようかな。余裕あるかな。そんな逃げる近いよそっち。青鬼てかもう入り口から近いけんがそこ危ない。逃げろ逃げろ。そっちダメ。離れな。とにかく離れな。大丈夫かな全然地形覚えてないからね未だに。それほどもう逃亡開始しとる。てかもう追いかけ始めとんか。わ青鬼が。さてここに一人ちょっと通話かけてみようかな。あちょうどいいけん火をかけよう。火をどこかかった近くにいたからもうかけちゃったよ。おいおいお。ちなみに俺動画撮りよるけんさお前の声入っとるよ。あはいよ分かった。はいよ。さあ怖いね。いや完全に逃げるとこ間違えたなって思った。うち人めっちゃ多いね。もうさ俺6回目でさ青鬼のところ、うん、まさかに行って無双したんよ何人か。はあ。そこでもう4人ぐらい無双したんかな。なるほど。やけんもうさ青鬼のところ逃げたらアウトっていうタブーができたんよ自分の中で。ほうほうほう。だからもう青鬼から離れたところにできるだけ離れたところにおるんがセオリーと見た。なるほど。でちょっと青鬼の方に来つつでも青鬼の方入らずにちょっと離れたんやけど、うん、いけるかなここ。そうだね。めっちゃなんか周り人いてビビったわ。ほんとみんな青鬼のところだけはダメっていう印象が強くなったんか。ああ、別のね新しく改築されたとこに行こうって人が多いんだね。そうだな。びっくりしたよ本当に。ほうよ。さっきずっと別館逃げて早捕まってたから次本館のこっち来てみようって思ったら超人いたもん。別警官。やばいわ。しかも豆ちゃんとニコさんだろ。いやな。怖いよ。もう掃除ったらありゃしないよ。やばいわ。もうベンさんみたいにさ綺麗に隠れる技術をさ、うん、カモフラージュできんかな。俺無理やな。ベンさん本当無理やな。色合い無理やな。あかん紛れるとこないな。お前はまだまだなんとかなりそうな色やけどさ。カモフラージュ色黄色。でも膨張色やけんな。いや、色強いね、色。うん。膨張色やけん。だってこれお前、頭かぶっとるとはいえ、普通よりめちゃくちゃでかく頭見えるよ、これが。なんかね、スキン作ったんだけど、うまくいかなくてだな。なんかでかくなっちゃうんだよね。それは、あれじゃない。ヘルメットで頭、かたどったけんちゃう。あー、かな。ヘルメットとか帽子のやつで。かもしんないわ。だろうね、誰か死んだか。そう。赤目死亡。あー、ツナカも死んだ。彼は母の希望。あー、3人やられたよ。結構行ったね。多分、青鬼のところをもう一回行ったね、メンバーかもしれんな。ダメだって言ってるのに、本人に言ったわけちゃうけど。いや、こっちでも結構怖いな、ね、やっぱ。だって来そうやもん、青鬼の次にここっていう感じのところやもん、ここ。うん、もうちょい離れてる。あ、ルフも死んだ。え？ルフも死んだ。ルフ。あいつ絶対青鬼のとこ行っとる。俺がルフと組んだ時だったよ。青鬼の時行って青鬼のところ行って無双したんさ。4回目だったかな。俺アルゴとゴルトで3人でするんでさ
迷路出口にさ、あそこポーション消すところあるで、あえて暗闇も一緒に消せるっていうのがあってさ、ああせやな、それがニコロスさんに聞いたら OK って言おったけんさ、いいんだ、うん、そうらしいよ。あーあー死んだ、俺助かってる、ああ助かってないじゃん、え死んだ、いやー豆ちゃん怖いな、ああもうで離れるべきだったっていうか、もう青鬼の方に来て離れるんじゃないかったな、青鬼ルートはあかんかった、もう青鬼の反対側いかんかった、あかんかった、やっちまったぜ、いやー怖え、怖いな、びっくりした、敗者でトーク、敗者でトーク、敗者でトーク、どんな企画っすか、そのままですか、え、敗者でトーク、敗者でトーク、どうでした、あかねさん、そうっすね、あのニコさんにやられたんですけど、ひょこ殴ってる、あひょこ消えたやられたんだ、あね、結構序盤でやられたよな、お前、そうそうそう、何見つかったら下に降りようと思ってたら、うん、見つかって動こうとしたところで殴られて、で殴られた上に落ちたから死んだ、なるほど、落ちて死んだ、そう落ちて死んだの、どっちかっつうとそうなんじゃ、タグインマネラル死に方したんやな、そういうことですね、なるほど、俺はさ、ちょっと生き延びとって、はい、ひよこと一緒におったんやけどさ、はいはい、もうカモフラージュできんかな、俺らのスキンって言いよって、ああ俺無理色的な問題もあり、うん、あいつ膨張色で黄色でさ、木材の色にあっとんで、あ無理だな無理やなちょっと無理があるわ、どこか話しとったら豆さんが綺麗に目の前に出てきてさ、二人ともやれたよ、いやあのね、その私死んだからちょっとキャス覗いてたんだけど、すごかったよ、豆ちゃんが、あ、せつけとひよこだ待ってみたいなこと言って、怖いなあの人、その後やっぱ鬼楽しいわって言ってて、怖いな、ドエスティック豆太郎や、ま、豆ちゃんマジで怖かった怖いわ怖いわ、このゲームあと3回ぐらいやるんだぜ、3回やったっけ、次は私鬼、そう怖いですね、初めての鬼です、ただし羽生がいない、さあどうなる、というわけで敗者でトーク、ゲストの赤井さんでした、いやそしたちょっとさ、うん、もうさあっけなくやられたけん、これで枠繋がなあかんレベルなんよね